始まりました、プリトチャンネル。サスケです。アゴゲンだ。バタコ。あっ、こうじゃないですか。ひぇー、 SUMMER サバー。というわけで、夏のよく食べる料理を用意しました。スイカでしょ、そうめんでしょ、トウモロコシでしょ、かき氷のところでんって。マジ全部好きだわ。これいいねー。いただきまーす。ちょ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 、おデブちゃん。あなたはおデブちゃん。満足でしょうか。はい、以上でしょう。前回、麺5種類の早食いをお二方にやってもらったと思うんですよ。私はそれで勝って。そうです。見事三冠王。麺好き、早食いを。ずーっと、お団子さんが、リベンジしたい、リベンジしたい。僕の居場所がなくなったんです、あれで。まあ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 、でも、まあ、メガネっていうのはありますから。ここで急に失敗。というわけで、今回、夏のメニューで戦ってもらおうと思います。夏ナンバーワン決定戦だよ。わー、来たー、惜しい。4冠王になるから。俺、夏ゲットしたら4冠ね。だから、もしこれに勝てば、早食い大食いは移動しますよ。1年間は保持できるんじゃなかったの。いや、3冠ね、それ3冠。3冠、3冠。なくなりますから。殴らるんじゃねえかよ。もし三冠の力を見せるんであれば、ここで勝つはずです。こっち側の審判としてちゃんと食べたらどこの確認は毎回毎回しますんで。トウモロコシむずいぞ。これね、トウモロコシ好きなんですよ。ちょっと早いの違います。いや、焼肉行った時に2番目に行くか。これはびっくりした。あれは好きとかじゃなくてバカ。それでは夏の食べ物5番勝負いってみよう。シュー。シャイシャイシャイ。待たせてくださいね、俺にね、食べ終わったから。それでは参ります。緊張する。よーい。あ、反則です、反則です、反則です。はい、反則です。ごめんなさい、ごめんなさい。参ります。よーい、かかってこい。スタート。お、いい音だな。どっちも種は食べるタイプなんですね。あ、これすごい。うん、あれ、ウォーキング今逆回転させて。あれ、おお、どっちだどっちだ。1分経過です。あ、いいですよ、お団子さん。だんだん白いとこ見えてきましたよ。いいですよ。また半回転。だって笑わせるのは何にしようや。見てください。はいはい、オッケー。よっしゃー、次次次。そうです、そのビニールなどを破くところから。はい、はい、オッケーです。やべ、水が持ってる。すごかったね。メモね。おいしい。めちゃめちゃうまい。これを食べるために今日夜何も食べてません。お団子さん半分ぐらいも食べてますよ、麺を。うまっ。やっとアゴキングさんが、いただきます。そうめんをめちゃうまってる。あ、お兄さんが満足している。はい、オッケー。大まらかしで夏だね。やばい、お団子さん早い。やっぱり難しい。あ、ネギ残ってます。綺麗に全部ですよ。あの人ネギ残ってなかった。残ってません。はい、オッケーです。トウモロコシです。トウモロコシ、トウモロコシ。早い気がする。顎はしっかりしてるから早いのかな。子供さんほっぺたについてるんで。リス食い、リス食い。5分経過しました。あれ、同じぐらいなの。本当に綺麗にですよ。すごいわ、顎。顎強いんだこの人。はい、オッケーでしょ。はい、続いてはかき氷です。おー、針にすっごい挟まってる。そうです、お皿のところも食べてくださいね。うめー。見てください。はい、オッケーです。これはお団子さんかき氷。あー、やばい。そういうことじゃない。やばい。あー、ダメだ。これやばい、これやばい。出ました。お腹すっごい冷えてるもん今。うん、お、体動かしてる、体動かしてる。うん、うん、一番やばいかも。粗めの氷にしてます。飲め飲め。水の方があったかい。わかる、飲んでないけど。なんて言ったんでしょう。あと30分、あと30分だね。うん、うん、うん、オッケー。この点に取り掛かってくださいませ。やばいんだけど。はい、オッケーです。この点に行ってください。10分経過しました。いただきます。お団子が歯を浮いてる。さあ、行くぞ。お、どっちゃどっちゃ、わかんない、わかんない。お、これ、お、マジ同じくらい、同じくらい。どっちだろう。お、おー、はい、見
というわけで、ウォーキングさんの4冠、4冠です。イエス。お団子さんはこの1年間、夏というキーワードをツイッターでは絶対つぶやかれてます。重いね。夏の好きさが足りなかった。そうだね、ただのメガネだった。次の3冠までお会いしましょう。さようなら。キャンピングカーで2泊3日の旅行に出たい。あ、あとメガネもある。いや、それはあいつらいないだろ。もともと